はい、こんにちは、JBS 武蔵の河合です。はい、島です。はい、今回の動画はですね、はい、カルリプケンワールドシリーズ、はい、はい、日本代表チームの壮行試合をお届けしたいと思います。はい、さて、ヤクルトスワローズの真中監督の、ね、就任されて、そうです、就任されて、はい、選手と初対面ということなので、なるほど、はい、その様子もですね、動画でお伝えしていきますので。なるほど、はい、今回その、若武者日本、若武者日本、はい、はい、そうですね、という名前がなってるんですけど、日本代表、そうですね、アンダー12の日本代表と、はい、対戦相手が千葉県にある東都慶応ボーイズさん、はい、はい、まあ、今強豪、まあ、とっても強いですね、優勝で、まあ、1年生同士、そうです、新中学1年生同士ですね、なるほど、まあ、はい、今年から中学1年生になったことをして試合に、なるほど、はい、はい、今回の動画は、はい、まあ、試合前の様子ですね。試合に入るまでに、まあ、アップだったり、トスとかキャッチボールですね、あと肘のケアの、なるほど、動画だったりとか、結構今回は肘のケアを結構、肘とか、まあ、肩ですね、はい、まあ、体のケアを全面にサポートしてくれるチームが入ってまして、まあ、その名前が、財団が、一般社団法人健康情報連携機構さんという、はい、ところが入ってまして、そのか、スタッフの方が肘の、まあ、怪我の予防に今回1役買ってくれてて、まあ、すごい機会を導入されたんです。それ試合の前にあれですか、やったっていう練習も入る前ですね。あ、なるほど、はい、試合前ですね。で、まあ、その怪我がないようにないように、はい、まあ、実際に健康情報連携機構さんが選手に対してこうケアをしていましたので、まあ、そちらをちょっと取ってきましたので、はい、ぜひご覧いただければと思います。そうです、はい、で今回は試合前のシートノックまでを、はい、ちょっとお伝えできればなと思います。はい、はい、それでは、ご覧ください。どうぞ。あー、すごい。これは どういった感じで何を。めっちゃくる。すごいですね。これは今、はい、電気を体に流しています。はい、はい、で、それで、まあ、高血というコリを取ってるのと、うん、で、筋肉を筋収縮させて、で、筋膜をリリースして、筋膜リリース、はい、で、可動域を広げてます。肘の毛予防ですか。肘、そうです、野球肘、野球肘、結局、まだ肩はやや大人なんですけど、うん、肘はもう子供なんです。で、それで硬式を持つと、この頃からの負担が蓄積されて、はい、故障につながる。先に予防しながら、はい、要は可動域が広がってない状態でやるので、その領域を超えたプレーをすると故障するんですよ。だから最初から可動域を広げておいてあげると、その子供たちのパフォーマンスが上がるんです。あ、痛い痛い痛い。ありがとうございます。代表チームと慶応ボーイズのみんなが戦えるって感じ。頑張ってね。はい、頑張ります。日本代表チームです。ジャパン、お願いします。いやいや、立派立派。こういいよ、かっこいいかっこいい。こんにちは。どうぞ。おはようございます。今回ね、カーリフ県大会の、代表として、15人のみんながね、選ばれました。まあ、大会はね、3連覇中ということで、今回4連覇がかかった大事な試合になります。ただね、みんなはね、そこはプレッシャーとして、全く感じなくていいと思います。今までやってきたことをこの大会でね、しっかり出してもらえばいいと思いますので、無理をせずに自分のできることを精一杯やっていきましょう。俺もいろんな野球経験あるので、まあ、もちろん優勝することも目標なんですけども、せっかくみんな集まったので、何かね、今後野球やっていく上で一つでも二つでも勉強になればというふうに思いますので、なんか困ったこととか、アドバイスね、いろんなことができると思いますので、そこはもう遠慮せずに、どんどんみんなから聞いてきてもらって、そしてコーチの方もね、すごい協力してくれると思いますから、力を合わせてやっていきましょう。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ今日もゲームやるので、まだ見たことないのでね、動きを確認しながら、いろいろ決めていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ外野行こうな。はい、はい、キャッチボールの動画です。
本代表の、ノックが始まります。お願いします。もう一本いかがでしたでしょうか。まあ、実際にですねシートノック、まあ、すごく機敏な動きができていて、とてもキレのある、ね、送球だったりとか、球もすごく伸びていて、実際私見てたんですけども、かなり守備うまいなってやっぱり思いました、見ていて。はい、今回真中さんが、ね、就任されて、まあ、チーム真中という形 で、 そうです、ね、まあ、若武者日本という名前がついてるんですけど、若武者日本、はい、まあ、クラウドファンディングちょっと実施してまして、クラウドファンディングですね、はいはい、ちょっと内容をじゃあ河合コーチに簡単に説明してもらいたいんですけど、今回まずクラウドファンディングということで、立ち上げさせていただいて、もともとカルリッケンワールドシリーズというのは、はい、星野誠一さんがですね、はい、やられていて、その意思を引き継いで前年は元木監督 で、はい、で今年は真中監督ということなの で、 で、はい、今3連覇中 で、 そうです。で4連覇をかけてということなので、はい、今年は4連覇の、はい、で子供たちもね、今アンダー12ということなので、まあ、これからねその子たちが成長していたときに、まあ、日本の野球界をこう背負うような、ね、ことになると思いますので、まあ、ぜひその国際交流とか国際的な経験を早いうちから積んで世界レベルでですね活躍していってほしいということなので、まあその辺を私たちがサポートしながら、まあクラウドファンディングですね、ご支援を皆さんにいただいて、子どもたちの未来をですねより良いものに、野球界の未来をより良いものにしていけるように活動していければと思っています。そうですね、はい、小さいうちからというか、まあ子どもの時期からこういろんな経験を積むっていうのと、はい、いろんなステージを上がっていくじゃないですか。そうですね、はい、その経験をやっぱり詰めるって、うん、自分のイメージも上がっていくし、はい、まあ、自分の能力を広げていくことにもなるし、うん、やっぱりそのこれからねどんどん社会が発展していったら、まあ、どんどんこうグローバル化されていくと思うんですよ、はい、やっぱりその日本からそういう人材を育成していくっていうこともすごく大切かなと思うし、そうですね、まあ、野球っていうものが人材を育成する一つの役に立つ一つのツールみたいな形になると、はい、まあ、僕自身は嬉しいと思う。はい、まあ、そういうそのスポーツの価値の向上だったりとかっていうところにもつながってくるかなとは思うんですよね。そうですね、まあ、なのでその支援をこう、うん、まあ、ご協力いただける皆様とともに、はい、一緒に応援していければいいかなというふうに思います。はい、はい、そうですね、そのクラウドファンディングのサイトが下の概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひそちらからですねチェックしていただいてご支援いただければありがたいです。はい、またですね、若武者日本自体 の、 そのサイトの方がもありますので、まあ、そちらチェックしていただけるとその若武者日本の動き自体が分かってきますので、ぜひですねそちらもチェックをしてみてください。はい、これで今回の動画は以上となります。この次の動画としては実際の試合の動画ですね、はい、を次お伝えして、2試合やった2試合やったので、はい、そのダイジェスト動画をですね、はい、お届けしていきますので、次回の動画も楽しみに待っていてください。はい、それでは今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。